いいね。ほうきに乗って空を飛んでみたいと思ったことがあるよ。お邪魔女ドレミとか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はじゃん、こちらの春夏秋冬、あ、すみっこ暮らし春夏秋冬テラリウムを紹介していきたいと思います。これ大人買いね、大人買いね噛む、そこで噛む。私テラリウムっていうの自体を買ったことがないんやけど、これこっちが全6種類入ってて、まあ、この箱の中に6種類全部入ってるけん、順番に開けていったらわかるかな。春から開けたいんやけど、どれが入ってるかわからんよね、多分。ってことで、はい、開けていきます。こんな感じ見える？んー、やっぱりあれやんね、こどれが入ってるかはわからんってことよね、パッと見た目では。はい、じゃあとりあえずあれやね、どれや、この左下、違う、右下か右下から開けていきます。はい、ってことで、これ見える？これが入っとるわけじゃないよね、別に。どれが入っとるかは別に書いてない。この箱には全6種類のうち1種類が入っていますって書いとるけん、うん、どれかはわからん。開けていこう。開けます。なんかいつも思うけど、私こういうの開けるの下手くそやな。じゃん。これが、お、これが中身？中身。なんかすごいね、一個ずつこういう丁寧な感じで入っとんやね。そして、これが、あ、土台。え、なんかめっちゃ丸っこいね。これ安定して立つんかな？ちょっと待って、とりあえず、これ普通にテープ開く？ほら、なんか普通に、あ、ここか。ここがなんかちょっと、え、わかるんかな？あ、わかるか。こっち側がね、ちょっとへっこんどって、あと全部球体？じゃ、これ、え？これ、こう立つってことか？あっとんか。こう立つってことよね。かわいい。あ、雪や、雪。見て、これ。見える？ちょっとこれ下邪魔よね。こ、ん？見える？これ多分ね、雪が表現されとんじゃないかなと思う。ここに、なんかクリスマスツリーとかがあるけん。これは春夏秋冬のうちの冬だね。はい、全部出ました。で、この、え、これはどう？てかこれ説明書も何もついてないんやね。なるほど。こ、開けます。え、開けてどう？え？ちょ、待って。これは、出来上がりはどんな感じなの？どこなの？これか？あ、あー、なるほど。そういうこと。これが台？これカプセルの台な。なるほど。え、そういうことか。カプセルの台らしい、これ。中に入れるんかと思った。違うんやね。これが、カプセルの中にじゃない。カプセルの台になるやつ。で、これを、カプセルの中に、入れる。え、でもさ、カプセルの向きがさ、あ、とりあえずここだけで組み立てていったらいいんか。はい、こんな感じで、見える？猫ちゃん。猫と、なんかこの上にね、これ何ちゃん？何ちゃんかよくわからんけど、なんかこの子。待って、これ作品名は？楽しいクリスマス。作品名は楽しいクリスマスです。いいね、いいね、いいね。何、リボンつけとんのめっちゃ可愛いんやけど。え、で、これを、待って、雪の面が、この雪の絵が描いとる面が前になるようにして、え、なんかさ、かこ、ちょ、待って、めっちゃ斜めるやん。超斜めるんやけど、あー、助けてー。あ、でも、これカチッとか言う、あ、カチッとか言わんのや。あ、言わんのや。そういうこと？はい、こんな感じで、ね、雪が降っとる中、こうクリスマスツリーの前で、みんながおる。そしてこれを、こうだ。これが台になる。こんな感じで、立てます。はい。はい、それじゃあ二つ目は、はい、こっちから。はい。ん？違う。はい、乗っていきます。
とって、はい、これね、お、これは桜の木じゃない？ほら、はい、来た、桜の木ってことで、これはこれやね、一番の森でお花見、春や春、春夏秋冬の春、春と冬が出た、春と冬、ちょっと待って、イントネーションおかしい、春と冬が出た春のイントネーションで言ってしまった。はい、これもまた、あ、そうか、そうか、これが台ってことか。あ、なるほど、これは中身に入れるっていうか、これ自体がもう台になっとるってことか、下。でね、これなんかね、あの、外の箱に、ちょっとなんか気になることが書いてあったんやけど、この辺のさ、細かい部品めっちゃなくしそうなんやな、私。怖い怖い。よいしょー。はい。ってことで、はい、組み立てます。あ、これは、あれだよね。こっち側に、見える？反射した方が見えやすいね、これは。こっち側に、なんかあの、桜の花びらが描かれとる。で、この面が前になるってことやね。てっきり上からかぶせる蓋だとばかり思ってたんだけど、こういう感じなのね。そしてこの一番のやつの気になる部分っていうのがこれね、このポイント3のところの、このテラリウムにトカゲかっこ本物が初登場って書いてあるやん。本物？本物がちゃんといるの？え、これってあれよね、これ水色のこの子がトカゲやろ？だけどまああれはちょっとハテナなわけやん。ってことは、この緑の子が、まあ、トカゲかっこ本物ってことよ。トカゲハテナと、トカゲ、このトカゲと、トカゲ本物が一緒に花見をしよると。そういうことらしいです。はい、そして、次。はい。来たよ。これで次、こっち、開けていきます。ちょっと待って。今のところ春と冬が出てます。ってことで次はこれは、あ、見て、笹の葉。ほ、笹の葉ってことは夏やね。七夕や、七夕、いいね。あ、またこのタイプ、このタイプってことは中に入れるってことだ。もう学んだよ私はもう学んだよ私は、この中に入れると。で、ちなみにこれ見える？その邪魔。ほら、流れ星、流れ星に願いを。まあ、流れ星に願いをっていうか、七夕に願いをなんやけどね。ちなみに、ちゃんとね、この、ここにね、文字が書いてあるのがわかるんやけど、見える？見える？見えないような気がする。これね、こっちのピンクの方にね、平穏って書いとって、こっちの黄色の方がね、こっちの黄色の方ね、食べてって書いとる。誰？食べられたくない、ね、願い事？食べて？とんかつか。とんかつか？とんかつの願い事か？なるほどね。食べてほしいのか。複雑やね。食べ物、そうか、食べ物か。その石とかがあるところってこと？そんな感じ。え、でも、あ、違う、待って、これ反対か。こっちじゃないわ。今回
回のこれはあれや、流れ星とかの方が背景か。あ、そういうことね。見えんね、外からやったら。あ、そういうことや。背景や、背景。ってことは?ちょっと待って、どうなる?こう。あ、違う違う違う、こっちか。あ、こうか。ああ!ほら。ほら、だから笹が。あ、今なんか、カチッて入った。やっぱなんかあったんかな?外れる。めっちゃ外れるんだけど、この子。はい、隣に座って。これで、オッケー!こういう感じや。ね、さっきのこっちから見た感じやったら全然これ見えんかったね。こうじゃなくって、こっちにして、ね。これ背景が、まあ、空。空っていう風になって、こっちから見えると。いいね。めっちゃ笹はみ出しとるやん。そういうもんなんかな。まあいいや。こういう感じで。かわいい。これ夏ね。はい、それじゃあ、はい、それじゃあ今度こっち開けていきます。はい。4箱目開けていきます。私いつもさ、このカッター使うのめっちゃ下手くそなんやけど、どういうこと?つらーい。つらーい。え、これ切れてる?オッケー。あー、わかる。わかるよ。わかるよ。ほら、かぼちゃ色やもん。ん?合ってるよね。きっと、あ、え、待って。おー、びっくりした。これか。メインのキャラクターおらんやんって思った。トンカツや、トンカツ。メインキャラクター。こっちのなんか、エビの尻尾だけかと思った。あ、見て、かわいい。今回のやつ、なんか、ポット型、ポット型。これは中に落とし込むやつやね。はい。で、ポットって開けていきましょう。はい。ということで、今回は、これは、まあ、おそらく、多分、え?そうなんかな?ハロウィンじゃないかなって思ったんやけど。え、違うな。あ、なんか、焚き火?焚き火シーンかな、これ。なんかそんな感じかも。なんかね、カラー的にカボチャカラーかなって思ったけんさ、ハロウィンかと思ったけど違った。芋炊きじゃない。落ち葉炊き。焚き火。焼き芋。焼き芋や焼き芋。あ、これあのね、ちょ、待って、細っか。え、細っか。ちょっと待って、なくしそう。なくさないで。これね、あの、見える?この中に、この瓶の中にね、あ、これ。そう、これ、見える?これなんかね、フックがついたよね。あ、これ見えるね。ここにフックがついたんやけど、多分ね、これなんか丸くなってるやつがあるけん、ここに引っ掛けるんじゃないかなって思う。こんな。ちょ、待って。多分子供の手なら簡単に入るんじゃないかと思うんだけど。待って、入らない。え、合ってるよね。多分。きっと。おー。え?く、うお、く、え、入らん。あ、入った。多分こうやろ。これは方向は合っているのか?一応なんかさ、この横の部分がさ、ギザギザしとるけん、ここの、こっちが正面だったら見えんのよね。でもこっちか、こっちじゃないと。え、待って、これ方向は合って、いや、でも、合ってるでしょう。しよるかな、なんやろうね。鳥?私にはミノムシみたいに見えるんやけど。よくわからない。はい。ってことで、次ね。よいしょ。はい、次も一番最後の上の二つやね。4
ということで、こっちから開けまーす。この箱がボロボロになりそうなんよね。ちょっと待って。あ、入って、入って。箱がね、破れそう。なんかこういうのってさ、だいたいあの、ガムが入っとったり、ラムネが入っ、ちょっと待った。え、開かない。ガムが入っとったり、ラムネが入っとったりっていうイメージあったけど、入ってないね、これ。これは、夏じゃない？浜辺や、浜辺。浜辺？砂浜や、砂浜。あ、白熊出てきたよ。何これ何これ、ゴミ袋や、ゴミ袋じゃない、荷物か。荷物か。あのなんか、白熊がよく、こう棒で、こう背負っとる荷物、袋？袋ちゃん？あの、キャラクターの名前はよくわからんけど。あ、ほら、私が言おった通り、これ、そうやろ？この、白熊が持っとる棒と棒の先の荷物、ちゃんと棒ついとるやん。よいしょ。よし。組み立てます。ちなみに今回は、このケースには、はい。見える？入道雲と、これ多分ね、どれ？こっちか。これ多分飛行機雲やね。ここにちっちゃく飛行機が描かれとる。夏だね。安定しとるね。全体的に全部固定できるやつやったけん。はい、夏はこんな感じです。夏はこんな感じっていうか、まあ、さっきのこの七夕のやつもあったけど、夏は七夕と、まあ、この海水浴。あ、もしかしてこれ波表現しとる？違うかな。多分そう。でもわからん。わからん。けどまあこう土台つけたらこんな感じです。いいね。はい、ってことでこれが2つ目の夏。あと残り1つ、ここね。はい、残り1つ開けていきます。ん、どっちだ、こっちか。自分の指を切ってしまいそうだ。はい。はい、最後の1個は、あ、これ今度こそや、今度こそよ。じゃーん、ほら、かぼちゃってことは、これはハロウィンよね。ハロウィンってことは、夏と秋が2つあるってことか。あ、そして、あ、秋は2つともこのボトル型なんよね。私的には入れ物はボトル型が一番好き。待って、なんかこっちにもなんかついとんやけど、ボトルだけじゃないね。ボトルの中になんか入っとる。ちょ、開けていこう。はい。これ背景ってこと？あ、今回はなんか背景書いとるんじゃなくって、なんか、つけるのかな？あ、なんか、あ、びっくりした。これゴムみたいな柔らかいやつかと思ったら硬かった。ポキっていくところやった。怖ーい。見てこれ。ま、なんて言うんやろ。このなんか、お城とか、家とか、これか、多分かぼちゃやろ。で、これちょっとなんか不気味な、あの、枯れた木みたいな。そういうなんか背景。あ、なんか、これかぼちゃ、こう反射したらわかる？顔がついとる。かぼちゃついとるし、この下のちっこいやつも顔ついとるね。そんな感じ。これちゃんと、こういう模様が、あ、見て、これ、このお城のやつとはちゃんと、もっと反射しろ。この、ちゃんとね、道が、お城への道みたいなのもついとる。へえ、かわいい。これが背景になるってことやね。あ、で、今回はなんか、フックがね、中のフックが2つに増えとる。
さっきはなんかあのミノムシみたいなちょっとよくわからん子が一匹ぶら下がっとったんやけど、今回は誰がぶら下がるのかな。誰ってもキャラクター限定やけど、道具かな、もしかして。もしかしてほうきで飛んじゃうとか、そういう感じではない。うん、わからない。あ、クモの巣や、これや。あ、かわいい。クモの巣に引っかかっとるよ。邪魔クモの巣に引っかかっとる。これが多分一個ね、フックで引っ掛けるやつや。もう一個はどれですか。ペンギンちゃんがメインやね、ここは。よいしょ。はい、これで全部出た。これはなんか道かな、道多分。トリックアトリートって言いながらお菓子をもらいに行く、その通り道わからんけどわからんけど、ちょっと何によるかもわからんけど。かぼちゃ、かぼちゃ、私はかぼちゃが嫌いです。あ、これや、二つ目のフックのやつ。ん？お化け！お化けや、お化け。じゃん！お化け。なんか白いね、典型的なお化け。なんかこうやっとる感じの。これを吊るすと。え？でもこれあれやん。え？あの、え？差し込む場所が、あの、この背景しかないんやけど。背景ここに差し込むんやね。え、背景しか、あの、差し込むところがない。全部置く感じですか。そういう感じですか。なるほどね。うんうんうん。これで乗せて、グラグラしてる気がするけど、まあ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 。して、あー、なるほど、そういうこと。ちょっと待ってよいしょ。お、カチッといった。これでじゃーん、あのペンギンの真上に、ま、同じ格好、ペンギンと同じ格好をした幽霊、ちっちゃい幽霊の子がやってくると。で、その隣にクモの巣に引っかかった、これはタピオカちゃんかな、わからんけど。あー、転がった、ペンギン転がったはい、あ、ってことで上から見た感じになるな、こっちは上から見た感じにはなるけど、こっちから、はい、春、夏、ん？あー、春、夏、夏、秋、秋、冬、これで全部、このはい、こんな感じで、まあ、すみっこたちが四季折々のテラリウムになったよということで、ぜひぜひ買って飾ってみてくださいまし。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんかあれだな、不器用すぎるねめっちゃ手間取ったやん、やば、そんなにかかるこれ